エゾクロテンは、イタチカイタチアカテン族クロテン種のアシュで、北海道に生息するクロテンである。アイヌ語での呼称はカスペキラで、意味はシャムジを持って逃げる。集落に出てきて、物を持ち去ったり、課金を襲うことに由来するようである。北海道の道王と道北、道東の森林、観察事例では、道北や道東が多い。明治期までは、北海道全域に生息していたが、 本種の毛皮を取るために乱獲されて、個体数が減少し、1920年に本種の狩猟が禁止され、現在も狩猟獣から除外されている。1940年代に毛皮を取るための家畜として、北海道に本土店が移入されたが、逃げて野生化した本土店が道南に生息している。現在は道北と道東が本種の生息地域であるが、道王は、 本種と野生化した本土点が混成しおり、交雑の可能性もあり、純粋種の本種の減少が危惧されている。成獣の大きさは、体長は約40から50センチメートル、尾長は約10から15センチメートル、耳長は約3.0から3.5センチメートル、体重は約1.0から1.3キログラム、毛色は単色系の白身がかった黄色の個体や暗化色。 あるいはその中間濃度の色など、黄色系で個体により、様々な濃淡がある。前肢と後足の手足の部分は黒色。尾の色は濃褐色。冬毛は夏毛よりも淡い色になるが、本種の冬毛の色は、ユーラシア大陸に生息する黒点と比較してより、淡い色である。陰形骨の長さは約3センチメートル。直径は約1.5ミ、mm、リメートル。先端 Y 字型になっている。 派数は、摂氏が上六本下六本、剣氏が上二本下二本、全球師が上八本下八本、後球師が上二本下四本、合計三十八本。入刀数は、胸部はなし、腹部一対、素形部二対、合計六個。指跡数は、全師が五本、甲子が五本、合計二十本。本種は、冬眠はしないで一年中活動し、その活動時間帯は、 特に定まっておらず、昼夜活動をする。繁殖期以外は、基本的に単独で行動する。区体の柔軟性は、とても高い。本種は警戒心が、強く、よく後足で2本は足立ちして、周囲を見回すことがある。この行動をまかという、木登りは、とてもうまく、太い樹木は爪を立てて登り、降りるときは頭部を下にして降りる。直径2センチメートルの細い木にも登ることができ。 その場合は、指跡で木を掴むようにして登る。活動場所としては、沢や川付近が多い。本種は、巣として、穴や軌道、建造物の縁の下や屋根裏を使用する。植生は雑誌植生で、動物質のものは、野ネズミ類、エゾトガリネズミやエゾリス、鳥、カエルなどであるが、本種よりも大きなエゾユキウサギなども捕食し、樹上では、エゾリスを追跡して捕食する。 植物質のものは、山ワや桜、山ぶどう、またたび、国ワなど、動物を捕食した場合は頭部を残す習性があるが、これは頭骨の高度が高いためと遂行される。本種は様々な鳴き声を出すが、威嚇時には、ギャーウギュギュ、ゲーオウなどで、徘徊時には、フィアーフィアーなど、静かに鳴いている。本種を飼育展示している施設は、日本では、串路市動物園だけである。 ウェブサイト出版物辞書、ありがとうございます。